初代ボーフート公爵ヘンリー・サマセットは17世紀イングランドの貴族政治家、ボーフート家の初流サマセット家の出身、第2代ウスター公爵エドワード・サマセットとエリザベス・ドーマー夫妻の息子。1644年から1667年4月3日までハーバート教を称し、1667年に父の後を継ぎ、第3代ウスター公爵として、 貴族院議員となった新京都革命の頃から熱烈なスチュアート長支持者の応答派で1644年に父とチャールズ一世の間でハーバート教とチャールズ一世の娘エリザベスを結婚させる約束が交わされた時もあったしかし1649年にチャールズ一世が処刑イングランド共和国が成立すると苦難の時期を迎えたが1660年の 王政復興支持庶民院議員の一人として、チャールズ二世を迎え入れた。以後も、スチュアート朝を支持して、トーリー党の中心人物となり、六百八十二年には、チャールズ二世によってに、初代ボーフォート公爵に助せられた。チャールズ二世の弟ジェームズ二世にも、忠誠を尽くし、六百八十五年に、チャールズ二世の諸子モンマス公爵、ジェームズ・スコットが反乱を起こすと、 ブリストルを抑え、モンマスコーの進路を妨害した。1688年の名誉革命でも、ジェームズに政治指を崩さず、新国をウィリアム三世に反対、有力貴族たちが間に立って、ウィリアム三世と和解したが、その時も使用人たちには、祝縁で、ウィリアム三世に忠誠を誓わせないなど、徹底的に、反ウィリアム三世の姿勢を変えなかった。1700年に死去。 孫のヘンリー・様セットが第二代暴法男となった。1657年8月17日にメアリー・カペルと結婚した。彼女は初代カペル・オブ・ハダム男爵アーサー・カペルの娘、初代エセックス・伯アーサー・カペルの姉妹、ビーチャム教ヘンリー・シーモアの未亡人である。二人は5男4女を設けた。息子のうち三人は次の通りである。 娘のうち三人は次の通りであるチャールズが暴法男を継ぐ前に死んだため、孫でチャールズの息子ヘンリーが第二代暴法男となった。森 P88P89 ガードナー P321 森 P89 トモキよ P9P10 ありがとうございます。